はい、こんにちは、ライブです。今回はディシディアコラボガチャいきたいと思います。前回ね、この前にアップした動画は性能解説の動画になっておりますので、まあ性能が気になっている方は強いのか弱いのか、それから人権メダルなのかどうなのかというところも、前回の動画でね解説していますので、ぜひそちらを参考にという感じで、今回はガチャに行きたいと思います。ガチャの仕様についてですけど、まあプレミアムのね収穫金の方だと、覚醒メダルが1枚ついてきて、で10回目が、選んだドロー、クラウドかレオン、スコールですね、どちらかが1枚確定というところです。でおまけで、魔石だったりビップコイン30枚ついてくるので、まあ、覚醒はかなりさせやすい。10連で4回かな、4回覚醒できるということなので、はい、行きたいと思います。でまあ、クラウドにせよこのレオンにせよ、どちらのガチャでも、どちらかがねで排出されるという確率があるので、そう上か 0.25% の確率で排出されるので、まあ本当にいますよね。僕のパテメンでもいましたけど、レオンの方を引いてたらクラウドが2枚出たって、ね、パテメンもいましたので、それをね狙いたいそれが一番いいよね。一番いい引き方だと思うので。で、結局、まあ、性能解説も出しましたけど、結局僕自身、どちらを引くかっていう話なんですけど、やっぱり、僕今ね、FF8 の実況動画やってるのもあって、まあ、スコールでしょと。FF8 の主人公ですよ。まあ、レオンですよ。レオン行きますよ、じゃあ。そこまでクラウドもレオンもそこまでなんだろうな、性能的にどちらかっていうところは考えてなくて、まあ、単純に FF が好きだしっていうところで引くんですけど、気持ち的にはね。であとまあ単純にマジック属性なんとなく強化したいなっていう意味もあって、まあレオン行きます。いやまあレオンね、まあなんせ今 FF8 の実況動画やってるんで、出れてくれると思うよ。天井回避なんてことも全然あるからね。そう、早めの段階で天井回避とかしてくれれば、クラウドいけるんだよね。お前と融合を果たす。なるほど。はい、20連目いきます。いやー、でも 0.25、まあ一応確定枠からの排出もあるから、実際にはもっと高いのかな、確率的には。高いとは思うんですけど、どうだろうね。あ、ただクラウドとスコール2つの確率を考えると、マルシャ2つの確率を足すと、まあ多分約 1% ぐらいにはなんのかな。30連目いきます。なんのかな、それ考えると引けてもいいんじゃないって気がするけどね。はい、頼むわマジで。4周年記念イベント綺麗な感じで終わらせてほしいわ。頼むぞ。キーブレードになれ。なんかバニタス続くね。バニタス続くね。はい、40連目。あと最近ステボ見てないかな。ステボ見てないね。新規のガチャでステボを全然当ててない気がするので、まあステボでももちろんいいよ。あ、しょぼい。この引きはしょぼい。あ、訓練するとか解放50連したのか。はい、50連次50連だよね。次50連だね。どっかで10連してたのか。あ、確定ガチャかな。確定ガチャかなんかで多分10連してたんだね。まあでも10回天井っていうのはやっぱ高い気がするよね。あ、クラウドだ違うクラウドが出た。違うクラウド出たけど、やっぱ高い気がしちゃうよね。4周年記念ガチャは全部、10回天井でしたけど、それまでは5回天井だったんだよね。あれ、ソラ・アルティメット・ホームも確か5回天井だったよね。で、あの時、覚醒メダルも30枚配ってたし、何だったんだろうね。アルティメット・ホームめちゃくちゃ優しかったよね、あの時だけ。謎でしたけど、今になってほんと謎。マールシャ2枚ね。これ、マールシャ2枚当たる確率で、クラウドかレオン来いよっていう。マールシャいいよ、別に来なくて。はい。
60連目かな。天井回避、いやクラウド出て、クラウド来い、クラウドよ来い、クラウド出ろ、マジクラウド出ろ。違うクラウド出たね。これ初期じゃん、初期のクラウドね、初期クラウド。はい、70連目。あーこれ普通にあれだわ、クラウド出てくんねえやつかな。クラウド出てほしいな、待たせたようだなライムっつって出てきてほしい。これあれだね、この子ソラスターライトさんは攻略動画でたまに最近使ってるやつだよね。これなかなか地味に優秀な攻撃バフなんですよね。これアップライトの、アップライトの攻撃バフとしては地味に優秀な。はい、ということで80連目。あー天井回避して、天井、いやレオンは別にいいから、いいからクラウド来いクラウド3枚来い、クラウド3枚来い、えい、全てはつながる心が、お俺の力だ、え、お、いやいやレオン天井回避したぞ、ね、まさかのレオン天井回避したぞ。80連でレオン出たぞ。でセフィロスか、セフィロスか、そうセフィロスも出たんだったらクラウドさんね。あ、しかもなんとティファ&エアリスもいるぞ、すごいね。 FF 感が強いぞ、この画面今パズドラ用語が出たけど、そう画面だね。はい、ティファ&エアリスもいるぜ。でこの場合だと、あ、リセットされるのか。なんか最近のガチャたまにその途中 で排出されても天井がリセットされないみたいなことがあったので、どうなのかなと思ったんだけど、これはさすがに天井リセットされるのか。うん、まあでも天井回避しましたね、できましたね天井回避。はい、よかった、80連目で出た。うん、ということで覚醒チャレンジいきたいと思います。でクラウドの方を引くかどうか悩んではいるんだけど、とりあえず今回レオンだけにします。これワンチャンあのクラウドで本当に出てほしいなって気持ちがあったんであれなんですけど、まあ期間はまだあるんで、またクラウドのガチャ動画撮るかも知れません。その時はまたよろしくって感じなんですけど、とりあえず、レオンの覚醒チャレンジだね。レオンの覚醒チャレンジやっていこう。でレオンが、まあ今別にここでデッキを組む必要は特にないけど、そうだな、入れるとしたらここアクアさん抜いて、まあ、ここにレオンをぶち込むような感じになってくると思うんだけど、何気にギルド10まだ僕2枚なんだよな、予知者スルーしたから。はい、まあ、VIP コインはめちゃくちゃ余ってるので、はい、余裕で理想覚醒までは持ってけると思うんだけど、レイド用メダルとしてはレオン使う気ないので、まあ普通の通常の高難度用の理想覚醒でいきたいところだね。何これレイドいきなり 80% ついたぞ、何これ。そうだね、追撃がつけば、追撃の部分で攻撃力5000になって、次のメダルのところで7500まで上げられたりするので、コピーメダルとか駆使した場合ね、こういったところにメリットがあるのかなと。てか何がに普通にスルーしちゃったけど、地上と空中もう揃ったね。もうこれでもう必要最低限の覚醒はついたね。お、いいね、追撃ついた、早い、これ調子いいな。あと攻撃2000だ、調子いいぞ。最初レイド 80% 来た時はどうなることかと思ったけど、あと攻撃1000、2つか。まあ今モーグルショップでね、地上と空中とか収穫金してる人だったら1000ジュエルで買えるので、
空中と地上が出なくて苦戦しても大丈夫っちゃ大丈夫だったんだけど、はい、500枚、 VIP コイン500枚余ってる。あと攻撃戦具2つでどこまで使うかだよね。とりあえず10枚、とりあえず10枚解放しておくか。これで勝負しよう。で、余った VIP コイン何に使うかだけど、まあクラウドか、まあ未来を見据えてクラウドとかヒアートナンバー21 2枚目用の家を確保ってことだけどね。最近なんかほんとね、 VIP ボード、 VIP ボードのさ選択肢が少なくてさ困るよね。なんか前は結構あのずらってこう並んでた気がするけど、なんか最近減ったよね、 VIP ボードの選択肢が。お、いいね。なんでかわかんないけど、なんで減らしちゃったんだろう。うん、あのなんかジュエルで買うタイプのボードか、あれもなんか期間限定だしね。うん、もうちょっとあの VIP コインの使い道というか、うん、使い道のために VIP ボードはもっとさ種類置いといてくれてもいいと思うんだよね。過去のさギルド9のやつでいいからさ、うん、うん、例えば今出たさ、まあ、マールーシャとか、まあ今マールーシャ使う人は少ないと思うけどさ、まあ、ない、新規勢の方とかね、メダルほんと困るし、ギルド9の本体だけ出ても覚醒が結局できない。まあそれこそモーグリショップ使えってことなんだろうけどね、それだとちょっとあんまりにもちょっとひどいのかなっていう感じがしなくもないので、 VIP ボードのね、使い道は増やしてほしい。 VIP コイン、お、あれ終わったよ。なに、はい、ということで17回の覚醒チャレンジで理想覚醒までなんと終わってしまいましたね。はい、あ、使ってみるか。これレオン、ブラスティングゾーン極み、まあ多分普通のレオン専用モーションあるんだよね、昔から。レオンとクラウド長距離武神破産だっけ、あ、強切りか、クラウド強切りか、クラウドが強切りでレオンがブラスティングゾーン、これ原作の技ですね。原作の技なので、あのオリジナルのね、技ではないので、ちゃんとしたね、その FF8 を僕の実況を見てる方、それからまあこれから見るでもいいんですけど、今後多分僕がストーリー進めるにつれ、多分ブラスティングゾーン、原作のブラスティングゾーン見れると思うので、ご興味ある方はね、ぜひね FF8 の実況もお楽しみに。まあすごいまったりやってるけど、はい、唐突な告知を入れたところで唐突な告知を入れたところでちょっと使ってみよう。一枠目でいいかなとりあえず。まあ、あの、これ既存のモーションだと思うので、おそらく。うん。なんかクリアしてないとこいいな。あ、ここ行こう。ブラスティングゾーン極み。うん、そうそうそう、原作だともっと長いと思う、このブラスティングゾーンの範囲が。うん、そうだね、あの多分他の以前までのあのレオンの、アビだと多分色が違ったのかな、青とか青白かった気がするんだけど、極みになってからちょっと色が変わったね、黄色になったね。はい、まあ、と専用モーションにはなっているので、まあ、これはまあ FF 好き、原作好きにとってはまあ嬉しいモーションではあるんですけど、はい、まあ、そんなわけでですね、今回なんと80連の天井回避を無事果たして、まあ、クラウドは出なかったけど、クラウド期間中にちょっと検討します、引くかどうか。まあ FF 好きってところで引きたい気持ちはかなりあるんですけどね。はい、あ、ちなみにですけど、コメントとかね、あの、たまになんかツイッターとかでも見かけるんですけど、なんかこの後、30日とか、あと10月の1日になんか、また違うガチャ始まるんじゃねえかとか言ってる方いますけど、始まりませんから。なんでそう言い切れるのって言ったら、アルバム枠がもう埋まってるからね。出しようがない。出す枠がないので、出ません。
なので月末月初のガチャはこれです。はい、なので安心してこのガチャ引いてください。はい、次の新しいメダルがあるとしたら、まあ、木曜日、来週の木曜日にデータ更新があるかどうか、多分ない。多分来週のガチャをつなぎのコピーメダルガチャとか復刻メダルになると思うので、おそらくないと思う。うん、なので、まあ、安心して引きたい方は、ね、引いちゃってもいいと思いますけどね。はい、といったところで今回の動画ここまでで終わりたいと思います。次はこのついにこのチケットドロー572枚全開放ガチャ動画出しますので、はい、ご興味ある方はぜひそちらも、あと FF8 実況動画もよろしくね。それではご視聴ありがとうございました。